はい、どうも TG です。ヴァルキリープロファイルやっていきます。よろしくお願いいたします。よいしょ、引き続きアークダインの遺跡ですね、やっていきましょう。正直もうボスに向かっちゃってもいいんだけども、一応見に行くか。こっちですね。で、ここ入ればボスの方に行けるんですが、ここよ。ここがめんどくさいのよね、多分。また箱が、ビュンってくんじゃないのかな。ぶつかる、あ、だけでダメージは入らない。浸かるだけでは、触るだけでは入らないけども、ビューン来そうな気がするんだよな。あっなあ、時間がかかりそうだね、私の腕ではね。うわあ、ああはっ、ビュンってくるわけじゃないんだったらどうにかなりそうですね。こういうことね。で、あそこが取りに行くのがめんどくさい。当たった。オッケー、スタンチェック。あ、ここ来ちゃったからしょうがないから、トイレ行くか、向こう側も。ほっ、普通に右で大丈夫だね。で、ここ下に敵がいるっぽいんですよね。で、この入った上も敵がいる。こっちだ、危ない。レナスがあれだね、タイマーリングつけてたから、どうにかなりましたね。つけてなかったら食らってたね、多分。かっこいいね。イヤホンのコードが邪魔だろ。よし、OK かな。OK だけども、多分ね。舐めてんじゃねえ。俺を誰だと思ってやがる。このアイテム全部敵出ると思うので、この一番後ろのこれ以外ね。なんで、開け切って、からアイテム取るか。なんでカットしますね。はーい。はい、倒し終わりました。植物の胞子じゃない、種子とストック、大してですがね。そしてあとね、あれだ、メルティーナレベル上がりましたね。やっぱ2個幸せのコインだっけ、つけてると違うんだな。いいですね。レナスがそろそろ上がりそうだが、このままでいいか。ごめんなさいね、カチッとちょっと。で、こっち行くとまたすぐ敵が出るかもですね。あ、いるね。こっち来いよ。不審な動きしてる。
あなんだよ、じらすな。はい、で下の方にあともう一体いるはずなんだよな。いるね、来い。来ない。ほっ。はい、OK ですね。で、レナスが一応レベル上がった。次がリュウゼかな。押して次のマップ終わったら、あれですね、あの四角い箱があったところに戻って、ボスがいるルートに行く感じですね。で、次のマップ敵一体かな。うん。よっ。止まっちゃった。やり直してきます。はい、戻ってきました。よし、ここはもう敵なしですね。アイテムから出てくることもない。地味なやり直しだったな。よし、これで手前側は終わったので、なんとあのブロックが、3つのブロックが動いてたところまで戻ってですね、あー、ちょっとレナス頑張って。よし、この先か。よし、でこっから奥に行きのですね、で行った先すぐ敵いるかもだな。あー怖い。ふい。はい、で、これの上に行くのがめんどくさいんだ。違うよ。あ、登れない。もうちょいこっちか。ほっ、あー、うわー、めんどくさい。あー、めんどくさいからまず右から行くか。一旦セーブしたいんだけどな。どうにかできないもんか。こんなめんどくさいダンジョンだったっけ、ここ。登っちゃうしね。こうだ。一旦セーブがしたい。一旦ね。落ちてるからさ、フリーズしちゃったからね。
よし、で、この上にもアイテムがあるっぽいんだよね。あるね。あー、なんか食らった。これ方向操作逆になるやつだね。なった？なった。はっ。あ、嘘だろ。これ一旦邪魔です。あ、しゃがんでれば大丈夫なんだね。よし。もう取ったから一旦セーブしよう。まあ怖いよ、一回。一回フリーズしてるから怖いよ。で、右側に行くとボスなんだけども、まず左片付けるか。左側の部屋には敵が2体ほどいるんですね。こっちだね。上にいるっぽいんだよな。いるね。降りてきた。はい、とりあえず2体倒しました。ここだね。よし。オッケー。あと一個下にアイテムがあるかな。敵だー。はい、オッケーですね。で、とりあえず、ここもオッケーかな。うん。で、戻って、また一旦セーブして、細かくセーブしていこう。一旦めんどくさいんだけど、この下ですね。下一旦降りて、こっちにも敵がいるんだな。はい、2体倒しました。よし。敵だー。はい。宝箱。どうせ敵だろうと思ってね。2つ続けて開けちゃいました。攻略では足って書いてあるんだけど、ここじゃなくて隣の部屋のことか。まあいいだろう。角に魔晶石をぶつけて、これね、登りますって書いてあったんだけど、よし。それがさっきのアイテムの部屋で書いてあるんだけど、多分ここのことだろうね。セーブして、で、次が右側でボス戦ですね。で、今回終わりだ。
一応結構アイテム、これ1個か。ガニッシュが使ったね。これいいだろう。よし、じゃあ挑みましょうか。こんな奴らだったっけ？貴様、冥界の女王ヘルの、何兵？将兵？だな。魔性石に封印された女の魂は、私はしないぞ。レイバーロード。ブレナ、我々を、読めないんだってば。扱いとは。親の目の届かぬところで、虚勢を張る子供と変わらぬ存在が。言ってくれるものだな。主神に遠く及ばぬこの力。だが、魔族一匹浄化するのは造作もないことだ。三匹いるよ。なんか雑魚と違って強そうだな、こいつ。先に攻撃してくのずるいな。ずるいな。こいつら、こうないかな。やってみようか。弱点はないんだな。やってみるか。アイスクルエッジ。まあ、こんなさそう。ナイスガード。まあでもあれだね、多分ローファーとかの装備が強いから、武器がなんとかなる感じですね。最後の1体の時あれだな、ネルの大技使いたいな。あー痛い痛いね。あ、痛いけどチートだな。あ、手足使えないか。いやでも武器強くなったから強いな、ローファー。そしてオートアイテムも優秀だな。あ、リュウゼがすかした。でもアリューゼの HP の多さは心強いね。メール使えないか。あ、使える。初めての大技。その不意なる封印の中で暗息を得るだろう。開かなく。セレスティアルスター。おお、かっこいい。かっこいいね。
き者はただ滅するのみ。あ、レベル上がりました。錬金術の書、 OK。 奥にもアイテムあるね。とりあえず開けるか。あ、これはいります。いいえ、杖はもういんないんだよな。そのユニコーンズホーンがあるから。あ、これは送っちゃっていいって書いてありましたね、攻略に。なんで送っちゃいましょう。で、これはもらう。これは送らない。はーい。で、奥に、こう渡っていきましょう。オッケー。マイティチェック。間違えたよ。ちょっと、なんか人が入ってるところね、失礼しますなんですが。サムネ撮るのに邪魔だな。間違えたよ。もう一個くらいあったら消えない？残ってんな。消えたね。この手前のも邪魔だな。これは消えないのか。ちょっと投げとこう。よし。サムネ用にこうしとこうか。サムネタイムです、今。後ろの宝箱も壊しとけばよかったな。あ、こだわり出すとキリがないんで、これでいいか。これで、じゃ一応セーブだけして怖いから。は。よし。で、装備品だね。メルじゃないか。ここら辺じゃない。上がる上がる。いいですね。あと何手に入れたっけ。レナスとかのかな。これか。スターガード。一旦こっちを装備して。炎か、光かって感じだね。スターガードに変えるか。あ、装備できるね。今、グレアガード。あ、同じやつだね。あれ？ちょっと待って。メルは装備できないのか？あ、エクストリームガードしか装備できないんだ。じゃあ、スターガード、レナスでいいか。うん。まあ、いいか、じゃあ、このままで。で、一応、メル、ここに来てレベル3つ上がったか。で、また、ちょっとレベル上げしたら上がりそうだもんね。コインの力ってでかいんだな。人物特性。で、まあこの辺はちょっと裏でやっときますかね。よし。セーブをして、はい。では、一旦入り口まで戻りますね。なので、カットします。はい。それでは行ってきます。
はい、戻ってきましたね。ここのダンジョンちょっと特殊で、まあ、一旦ここ外出るんですけど、門の外ね。で、また入るじゃないですか。そうするとね、確かね、はい、敵復活してるんですよ。赤い丸いのついてますね、デナスの周りに。なんでここ、フィリオドを消費しないで、無限にレベル上げができるっていう場所なんですね。で、まあ今回は一旦外出ますけど、一旦外出たとしても、ピリオドまだ16なので、全然問題ないんですよ。ここでレベル上げ自体はピリオド消費しないでできちゃうので。なので、まあ余裕ぶってね、一旦出ちゃいます。はーい。はい、帰ってきました。チャプター5、ピリオド16。一旦間違って入んないようにちょっと離れて。踏んで、どうしようかな。スキルちょっと、メルティーナさん、まだね、こういうとこだね。ステータスが上がるもの。まだ、上げきれてないもの残ってるので。ここら辺裏で上げとこうかな。で、一旦、またここでもセーブをして。で、次回動画になるのは、レベル上げが終わって、からですね。で、また、今回はルシロさんを展開に送って、で、深海フェーズ入りますよっていうところから、動画また取り出すので。その間ね、ちょっとレベル上げの期間が入りますが、まあ正直言ってしまえばちょっとめんどくさいですが、頑張ります。はい。ではね、今回ちょっと、やり直しとかしたりしたから、もしかすると動画が若干長くなってるかもしれないし、戦闘多いから逆に短くなってるかもしれませんが、今回はこれで終了にしたいと思います。はい。また次回もよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。